RSK で放送されたドラマ「ドラゴン桜」に出演するなど、俳優やモデルとして活躍する岡山市出身の鈴鹿央士さんが岡山東警察署の一日署長を務めました。この日のためにというか、ちょっとこうパンプアップしたんですけど足りなかったです。もうちょっと頑張ればよかったなっていう。警察官の制服姿に緊張気味の岡山市出身の鈴鹿央士さんです。交通安全や特殊詐欺などの犯罪抑止の啓発活動の一環として岡山東警察署で一日署長に就任しました。鈴鹿さんは委嘱状と助けを受け取った後、地域の安全活動に向かう白バイやパトカーなどの出発の指揮をしました。小さい頃から過ごしてきた地元岡山が本当に大好きです。さらに安全で安心に住みやすい街にできれば。警察ではこれからの時期は夜間の交通事故が増えるとして、夜光タスキの着用や早めのライト点灯をと呼びかけています。